アンドレス・ホセ・パドバニ・ガララーガは、ベネズエラ出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。現役時代は、ビッグ、キャットという愛称で親しまれた。1978から79シーズンに、ベネズエラのウィンターリーグでデビュー。当時モントリオール・エクスポズの監督だったフェリペ・アルーの推薦で、1979年1月に、ドラフト外で、エクスポズと契約。 1984年には、マイナーリーグの 2A で MVP を受賞。1985年には 3A で、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞し、メジャーに昇格。8月23日のドジャース戦で、メジャーデビューを果たす。同年、24試合に出場し、打率、187.2本塁打を記録している。1986年は105試合の出場で、 10本打、四42打点を記録。1987年は、打点を90の大台に乗せ、打率も、300をマークした。1988年は、デビュー3年間の通算本打二25本を上回る、シーズン29本塁打を記録。オールスターゲームに初めて出場した。打撃面での活躍が評価されて、この年にシルバースラッガー賞を受賞。 1989年から1990年の2年間は打撃面では打率が2割5部台だったが守備面での活躍を評価され2年連続でゴールドグラブ賞に選出されている。1991年は本塁打が2桁に届かず打率も220を下回った。ルーキーイヤーを除いたデビュー以来自己最低の数字に終わってしまう。 1991年11月25日に、ケンヒルと交換で、セントルイスカージナルスへとトレード移籍。1992年シーズン2試合目4月7日の、メッツ戦で、死球により右手首を骨折。この故障で44日間故障者リスト入りしたため、前年よりも少ない出場試合数となったが、前年より多い本類だと打点を記録。シーズン終了後 FA となった。 1992年オフにコロラドロッキーズと契約した。ロッキーズ在籍時のガララーガロッキーズ遺跡1年目の1993年は120試合の出場で本塁打22打点98を記録。さらに打率370を記録し、首位打者のタイトルを獲得。右打者ではジョーディ・マジオが1939年に打率。 381を記録して以降最高だった。また、ベネズエラ出身選手として初の打撃タイトル獲得となった。そしてカムバック賞も受賞。1994年は1994年から1995年の MLB ストライキのあった年だったが、ガララーガは打率。319.31本類が85打点という成績を残した。 1995年には、自身初の100打点を突破。1996年は、自己最高の159試合に出場で、47本塁打、150打点を記録し、自身初の最多本塁打と、最多打点のタイトルを獲得。さらに、シルバースラッガー賞にも選出された。1997年は41本塁打、140、 打点と前年より数字が落ちたものの、2年連続で打点王のタイトルを獲得している。1997年シーズン終了後、ロッキーズはガララーガに対し2年契約を提示したが、ガララーガはワールドチャンピオンになるため、フレット・マグリフの後釜として、アトランタ・ブレイブスへ3年総額2480万ドルで FA 移籍した。1998年は打率。 305.244本類が121打点を記録。1999年にヒホジキンリンパシュという癌の告知を受ける。そのため、癌の治療に専念。2000年に癌細胞が消え去ったため復帰し、2度目のカムバック賞を受賞した。オフに FA となった。2000年オフにテキサス・レンジャーズへ入団した。2001年7月24日にチーフマグルダー。 エラスモ、ラミレス、トッド・オジアスの3選手と交換にサンフランシスコジャイアンツへ移籍。49試合で7本塁打を記録する活躍を見せた。オフに FA となった。2002年3月7日にモントリオールエクスポズと契約を結んだ。この時はレギュラーポジションを確保するには至らなかったものの104試合に出場。2002年オフに再び。 サンフランシスコジャイアンツに入団した。2003年は2000年以来となる打率。300を記録。しかし11月にガンが再発し、入院することになってしまった。ガララーガは再入院となった時、このことを外部へは一切知らせなかった。2004年8月6日、復活したガララーガはアナハイム・ウェンゼルスと契約を結んだ。7試合に出場して、 本類打一を記録。通算本類打を399本とした。同年の11月1日に FA となった。ニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。しかし、翌2005年の春季キャンプ中の3月29日、若手にチャンスを与えるため引退を発表した。ベネズエラ出身選手としての最大本類打記録を保持していたが、2015年5月16日に、 ミゲルカブレラに更新された。2009年3月に第2回 WBC のベネズエラ代表コーチを務めた。2013年3月に第3回 WBC のベネズエラ代表コーチを務めた。ありがとうございます。